後ろに隠してるものは何だ。仲良くなれるジュースです。息を吐くように犯罪行為をするんじゃありません。大丈夫です。そんなルール私は知りません。あっはー、電池さん電池さん、そりゃ苦しいんじゃないかね。見てよ、さっきからその子。生まれたての子鹿のように震えてるんだけど。大丈夫です。この仲良くなるジュースさえ飲めば。だからそうやって学生にお酒を勧めるのはやめなさい。何この人たち、すっごく怖いです。あの二人何やってんのよ。メリアってあんなにバカだったっけ。必死なんだね。すごく。タコーマタコーマー。でも今までメリアちゃんがあそこまで必死にスカウトするなんてなかったわよね。何か、メリアちゃんには、見えたのかも。まあ、とりあえず大勢で押しかけても怯えさせるだけだし、私たちはここで見守ろうよ。かな、ちなみに今のパトの心境は、私たちと同じく動揺してるね。さあ、次はメインディッシュのイカさんだー。ソフィアちゃん、食べすぎ。あの、すいません。一体どのようなご用件でしょうか。ああ、本当いきなりごめんなさいね。あまりにもすごい素質だったから。細かい単語は後に説明するのですが、あなたの素質は本当に素晴らしいんです。現段階でも帝王新候補に匹敵するセンスです。現段階で帝王新候補に匹敵するレベル。それって結果たちよりポテンシャルが上ってことじゃないか。ポテンシャルが帝王新候補級って、つまりソフィアちゃんと同レベルってことだね。しかも、パト君の恩恵を受けてない状態で、そりゃメリアも欲しがるわけだ。でもそこまでの素質があるならどんな能力があるのか見てみたいね。そうね、でも今は無理でしょう。だって、戦闘力オーラ量が一般人の平均よりはるかに低い。あれは拒絶体質の典型的パターンね。体を動かすことをやってこなかったから一般人よりオーラ量がかなり少ない。生まれつき体が弱い人はみんなこんな感じね。お、もう先輩専属心として厳しい評価をしているのかな。人向きが悪いこと言わないでよ。あの、神とか言ってますけど、何かの宗教の勧誘なら私はお断りさせて。ごめん、確かにそう聞こえてしまうけどそういうことじゃないんだ。もうよくわからないですよ。ハロー、お姉ちゃんはどこだい。いやー、せっかねえと会うのも1年ぶりだしテンション上がって学校サボってきちゃったよ。さすが姉妹思いのできる妹。これは今日のご飯代全部払ってもらわないといけないね。あれ、ことか先輩。ロカちゃん、なんでこんなところに。て、パトニーにメリアちゃん、久しぶりだね。ロカ、かなり変わったね。本当ですよ、かなり成長しましたね。私でも驚きです。でしょう、まあ、私は母親に似たってことだよ。あの、ロカちゃん。あー、ごめんなさい、私は次女の姉に会いに来たんですよ。そうだったんですか。あとこの人たちとは、家族だね、だから私の身内。こら、来て早々場を追い出さないで。わあ、せっかね、久しぶり、髪切ったんだ、すっごく似合ってる。でしょ、岩を怠ってないわ。ロカちゃんのお姉さんですか。はい、私は引き絶下、年は17歳です。ということは絶下先輩の妹さんってことですね。そういえば、ロカちゃんはこの人たちのことを家族って言ってたってことは。よく考えたら自己紹介がまだだったね。俺は引きパト、引き家には養子という形で家族になってる。私はメリア、メルトリア、アルジパト様に仕える専属品です。お見知りおきを。私はつくよみことかと言います。ロカちゃんや月下先輩にはたくさん助けてもらってばかりで。ロカや月下お姉ちゃんの知り合いだったのね。うん、新生女学院の生徒会長さんだよ。すっごく頭いいんだから。歳は18歳で。高校3年生です。あら、パトと同じ歳じゃない。この人も18なんだ。何回だいだ。ロカちゃん、ぜひあなたも説得してください。どうしても話だけでも聞いてほしいんですよ。そうなの、ちなみに何のお話。あの、ロカちゃん、大丈夫ですよ。メリアちゃんは月下名や私の師匠なんです。信用できますよ。はい、あの、できれば隣で聞いていただければ。私は奥の机に戻るわね。話終わったらまた呼んでね。はーい。それが専属品というものでして。決して怪しい宗教でもないし、信じられないと思うけど俺たちもそんな存在なんだ。まあ、わからないのも無理はないよね。でも正真正銘みんな神様なんだよ。でも、せっかさんはロカちゃんのお姉さんなんだよね。うん、でも今は神様なんだよ。ほえー。まあ、馴染みないですからね。理解するのにも時間がかかると思います。それでメリアちゃんはことか先輩のどこに魅力を感じたの。ことかさんのセンスはすごいですよ。例えるなら全宇宙、全世界でもここまでのポテンシャルを持つ人は今のところいません。全世界、そんなに強いってこと。強さとは違いますが、ことかさんの才能は帝王神や現役の時の私でもなせなかったほどのレベルなのです。へえ、ことかちゃんってそんなにすごい力持ってるんだ。と言われても私には何もわからないですよ。
それに今まで体弱いからって運動もやっていませんし。でもそんなことじゃないんだよね、琴花先輩の才能は。はい、体力とか運動とかのベクトルではないですね。ほら、なら大丈夫だよ。ですけど、一番自分自身が信じられないと言いますか。それにそのパトさんのこともよく知らないですし。いきなりそんな。そうだね、初対面の男性の専属になれっていうのはさすがに無理があるよね。そうですね。なので今回のお話は、だったらさ、まずはパトミンのことを知ってもらわないといけないよね。そうですね。だったらさ、パトミーと琴花先輩がデートしたらいいんだよ。ロカちゃんナイスアイデアですよ。そうですよ、ご主人、琴花さんとデートしてください。いや待て、メリアはそれでいいのか。琴花さんなら問題ないです。むしろ応援します。待ちなさいよ。ちょっと、私という妻がいながらよその女とデートなんて。それ嘘だから大丈夫。嘘じゃないよ。ちゃんと婚姻届けたもん。あれだね。だっさ、それは内緒だって言っただろ。いや、琴花先輩に誤解されたくないから。みんな空気読んで言わなかったのに。未成年。婚姻。無理。まあまあ、私たち専属人はそもそも永遠の契約をしているんだし、こだわらなくていいじゃん。ゼビカがフリーズしてる。後でフォローしておこう。でもメリアさん、デートは私もちょっと、嫉妬する。大丈夫です。連続品になれば問題なしです。メリア、それはなかなかの暴論だよ。いえいえ、連続品になれば今の私たちと変わりません。なれます。いいんじゃないかな。連続品の友達が増えるのは私も嬉しいし。この二人の価値観に合わせてたらダメだ。すごい。一気に人が来ました。なんかすごく楽しそうだな。私もあの中に混ざったら楽しいのかな。どうかな、琴花先輩。一度会って話してみるだけでもいいから。最初は怪しかったけど、ロカちゃんの家族でみんな和気あいあいとしてるし。パトさんって人も話しやすそう。少しだけなら。私はいいですよ。本当、パトミー、琴花先輩 OK だって。OK しちゃったけど、大丈夫だったのでしょうか。今頃恥ずかしくなってきました。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。